じゃあ次は翻訳ね。翻訳っていうのは簡単に言うと、さっき作られて核から出てきたメッセンジャー RNA にリボソームっていう細胞小器官が取り付いて、でこれを読みながらね、タンパク質を作っていくの。タンパク質を作っていくのね。タンパク質を作っていくの。この緑のやつがタンパク質ね。基本的にはもうこれだけ。これを、この作業を翻訳って言います。翻訳って言います。で、タンパク質っていうのはちょっと詳しく見てみると、アミノ酸っていう物質が何個も何個もつながったものなんですよ。みんなもさ、ビーズのネックレス作るときはビーズを何個も何個もつなげてネックレスを作るでしょ。でそれと同じようにリボソームもタンパク質を作るためにはいっぱいいっぱいアミノ酸が必要なのね。そのアミノ酸を運んできてくれるやつがちょっと変な形してるんだけど、トランスファー RNA っていう、こいつも RNA なんです。トランスファー RNA が頭にアミノ酸を乗っけてリボソームに運んできてくれるのね、うん、例えばメッセンジャー RNA 上に例えば CCC って書いてあったら、アミノ酸例えば CCC って書いてあったらプロニンって呼ばれる、プロリンって呼ばれるアミノ酸をトランスファー RNA は運んできてくれるの。ここに書いてあることがアミノ酸の情報に変換されるのね。メッセンジャー RNA の文字の情報が、塩基配列の情報がアミノ酸の並び方に反映されるので、立派なタンパク質ができていくわけです。そもそもメッセンジャー RNA っていうのは転写のところで見たように DNA の写しなんだから、まとめて言うと DNA の情報から我々の体であるタンパク質ができたことになるんですね。ちょっと難しいことだけど、なんで CCC ってメッセンジャー RNA に書いてあったらプロリンをね、きれいに運んできてくれるのかっていうと、このトランスファー RNA も DNA の一本差バージョン RNA の仲間だから塩基配列を持ってるのね。ここに GGG って塩基配列が埋まってるトランスファー RNA が頭にプロリンを乗っけてるの。この文字の並びと頭に乗っけてるアミノ酸の並びは決まりがあるのね。で CCC と GGG がね、 C と G、A と D もしくは A と U が総合的にガチャガチャくっつく性質を利用して、トランスファー RNA は指示通りにプロリンを運んでこれるんです。ちょっと難しい話だけどね。この CCC っていう命令の3文字をコドン、それに対応するようなトランスファー RNA 上の3文字をアンチコドンと言います、ね、少し難しい話だけど、この辺ね、コドンとアンチコドンのコドンとアンチコドンまで、しっかりマスターしておきましょう。これが翻訳です、ね、主役はリボソーム、ね、リボソームがメッセンジャー RNA を読んでタンパク質を作ること、ね、これを翻訳って言います。